こんにちは、伊藤大幸です。今日ですね、この動画ではですね、私天保山、大阪の港区の天保山、私住んでるんですけども、天保山公園ですね、行きまして、四つ葉のクローバー探しをしたらですね、とんでもない、もうクローバーをですね見つけたので、ちょっと動画に撮ってみました。ぜひですね、この動画を見て皆さんもですね、すごくハッピーな、気持ちになってもらったらということで、この動画の方をシェアさせていただいております。でですね、もう見ていただいたら分かると思うんですけども、四つ葉のクローバーがですね、9つ。そしてですね、五つ葉のクローバーが6つというですね、なんかとんでもない、クローバーをですね、見つけてしまったということで、ちょっと、動画でですね、ちょっとより詳しくですね見ていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、四つ葉のクローバーということで、これ四つ葉のクローバーですね、これが1つ目、そしてちょっとこれ2つ目、ですね、でこれが、3つ目、4つ目ですね、で、これが5つ目、ちょっと、これですね、はい。これが5つ目。そしてこれが6つ目ですね。はい、6つ目。そして隣が、これが7つ目。8つ目。9つ。ということで、9個の四つ葉のクローバーを、私、見つけてまいりました。まあ、四つ葉のクローバーをですね、一つ見つけるだけでも結構、見つからないという、まあ、こともあるんですけども、私、9つですね、見つけることができました。そしてですね、さらにすごいのがですね、この五つ葉のクローバーですね。見ていただくと、これ五つ葉ですよね。これ五つ葉のクローバー。まあ、四つ葉のクローバーが大体、確率的に言うとですね、1万本に1本という割合、ということなので、計算したらちょっとわからないんですけども、とんでもない数字になると思うんですけども、これが2つ目の五つ葉のクローバーですね。これが3つ目の、5つ目の、クローバー。1、2、3、4、5枚ありますよね。そしてこれが4つ目の五つ葉のクローバー。そしてこれが5つ目ですね。ちょっと小さいかも、小ぶりかもしれないんですけども、5つ葉の、クローバーですね。1、2、3、4、5枚ありますよね。そして6つ目。これもですね、5つ葉のクローバーということで。ね。5つ葉のクローバーが1、2、3、4、5、6。そして、4つ葉のクローバー1、2、3、4、5、6、7、8、9。ということで、合計、15の幸せのクローバーが、まあ、あるということなんですけれども。まあ、本当に私、四つ葉のクローバー、まあ、五つ葉のクローバーもそうなんですけど、この天保山公園でですね、もういっぱい、見つけることができまして、もうかれこれ、ちょっと具体的な数はちょっと今パッとは出てこないんですけども、まあ、30本以上は、見つけることができて、本当に僕にとっては幸せのパワースポットというふうに呼んでるんですが、ちなみに天保山公園にはですね、日本で2番目に低い 4.53 メートルの天保山っていうのがまああるんですけども、ぜひですね、皆さんも、この、幸せのパワースポット、天保山公園にお越しをいただいてですね、クローバーをですね、見つけていただいたら、すごくハッピーな気分になるかなっていうふうに思うんですけども、この動画をですね、ぜひ見ていただいてですね、この、とてつもない、この幸せな、四つ葉のクローバー、そして五つ葉のクローバー、まあ、確率的に言うと僕わからないんですけども、とんでもない確率で、このクローバーたちをですね、見つけることができて、僕も自身もですね、すごくハッピーで、この気持ちをですね、少しでも、この動画を通じてですね、皆さんも感じていただいて、幸せな気分に味わっていただいたら嬉しいかなというふうに、思っております。
はい。あ、ちなみにですね、まあ、クローバーの見つけ方っていうのはですね、別の動画も、ご紹介してるので、まあ、そちらの方も、合わせて見ていただいたらいいかなっていうふうに思うんですけども、結構僕の場合はですね、なんとなくここに、四つ葉のクローバーが合いそうとかですね、っていうところをですね、本当にもう、感じたままに見てですね、あ、あったんだなっていうふうに、見てるんで、まあ、ちょっと、皆さんからするとですね、こんな簡単に、見つかるのっていうかもしれないんですけれども、あまり難しく考えなくてですね、ありそうかなっていうところをですね、本をこう、流し読みする感じでですね、クローバーをですね、見つけていただいたら、意外とですね、簡単にこの四つ葉のクローバーであったりですね、五つ葉のクローバーっていうのがですね、まあ、見つかるっていうことをですね、ぜひ体験してもらってですね、ぜひ自分自身もですね、この、幸せっていうのがですね、まあ意外とこう身近にあるんだなっていうのをですね、僕もですね、この四つ葉のクローバー、まあ五つ葉のクローバーもそうなんですけども、見つけることで、いろいろと感じるっていうことができてますので、ぜひですね、気軽に、まあ探していくっていう感じで見てもらえたら、すごくいいかなっていうふうに、思います。はい。ということで最後にですね、もう一度、四つ葉のクローバーからですね、順にこう見ていこうかなっていうふうに思います。四つ葉のクローバーですね。はい。そしてですね、こちらが五つ葉のクローバーです。あ、もう一つ付け加えておくとですね、今日はこの、まあ、四つ葉のクローバー、五つ葉のクローバーを見つけたときですね、まあ、天保山公園をですね、まあ、綺麗に清掃されてる、まだ方がいらっしゃってですね、もしかしてと思ってですね、まあ、ちょっと取り急ぎ、あ、ちょっと息で乱れちゃった、というふうに、まあ、見つけたんですけども、本当にこう、そういうですね、なんとなくこう、いう感覚がですね、多分見つけさせてもらったと思うんですけども、まあそういうことも含めてですね、皆さんにとって本当に、幸せなことがですね、たくさんあるといいかなっていうふうに思っておりますので、ぜひこの動画をですね、ご覧になっていただいて、本当に幸せな気分になってもらえたら嬉しいかなっていうふうに思っております。はい。では、伊藤直樹がお届けしました。最後までご覧になっていただきまして、ありがとうございます。